プラスチック削減で生まれた天然の貝殻ピックの音があまりにも良すぎた。どうも、翼です。今回は以前紹介した世界一硬いピック、パテスの製作会社様と地元の高校生がコラボして作ったというこの貝殻ピックを送っていただいたので紹介します。海に流れるプラスチックゴミはなんと全世界で1億5000万トン以上あり、さらに毎年約800万トンずつ増えていってるらしいです。そこでプラスチック削減の一環として海に流れ着いた天然素材である貝殻でピックを作ったらしいです。いや、すごくない？かなり精密に作られています。綺麗なティアドロップ型です。これで音が良ければコスパ的には最強。さらにはエコにもつながる。果たしてどんな音がするのでしょうか？そもそも海にゴミ捨てんのやめようぜ。